それでは、リクエストをいただきましたクールスの恋のゴールデンリングっていう曲を解説していきます。まあ、結構ソロもおしゃれで割と弾きやすいと思うんで覚えたらいいと思いますけど、で途中で転調するんですけど、まずキーは C ですね。 C で、最初の A メロが、イントロも A メロも C、Am7、Dm7、G7、この繰り返しで、なんかこんな感じのリズムなんですけど、それで頭が、この音がこれがずっと入ってるというか、なのでまあコードに合わせてだいたいそれを入れた感じなんですけど、頭がまあまず1弦2弦の3と3弦の5、ここ C ですね。それで Am7 の1弦2弦3弦の5で、 D の形がこの5のところへ来た感じで、1弦5、2弦6、3弦5で、最後 C の省略みたいな感じで1弦の3と2弦3弦の5、僕は作りましたけど、これ実際どうやってやってるのかちょっとわからないんで、単音でもしかすると後で入れてるのかもちょっとわかりませんが、まあだいたいそんな感じでいけばと思います。それで、A メロはさっきの C、Am7、Dm7、G7、この弾き方が、まあ、2つ普通の、2人ギター音かな。これで、まあ、まあこんな感じの、バッキングで普通はいいと思うんですけど、もう一本なんかこういうのが入ってます。これをずっとやるのは、まあ、C と D マイナーだけでいいと思うんですけど、これをやるときはまあタラララってこうスイープって、スイープって分かるかな、こういうタラララっていう感じをやるような、こうなんていうの、弦をこうでこう早く素早くこうタラララっていく感じわかるかな。でこうちょっとミュートしながら、ここでこの辺りで弦の上をちょっと押さえる感じで鳴らさないようにして、でいってここでって鳴らす。こういう感じで、で次 B メロが F、G、Em7、Am7、Dm7、G、それで C、で今度 F、G、Em7、Am7、で Dm7 で、で最後が Dm7 で G7。A メロの同じやつが、で今度 C メロが、Am7 を
の省略コード1弦2弦3弦の5を人差し指でバレーして、薬指で4弦の7を押さえて、まず4弦だけが半音ずつ下がっていきます。まずジャーンで、次、1つ下がって6になって、で5、これで F、 これで1回1回し目というか1番はここが B フラットになります。これで G7 で、ここ2番は Dm7 で G7 になります。3番も同じやね、3番も Dm7 で G7 という感じで、でまた A メロで、でこっからギターソロが、ソロはまあこんな感じなんですけど、じゃあ解説していきます。まず頭の、これで、これが4弦57、3弦457で、7から9へスライドで、797ハンマリングプリング、4弦の10と9、4弦の9、10、ハンマリングで9で、5弦の10で、次に2弦の8へ人差し指、中指が3弦の9で、でこの薬指で、2弦3弦の10をここでハンマリングで押さえます。でこのまんま、12へスライド、で次にこういうのが入ってます。1弦2弦の15を押さえてバレーして、1弦だけ 15から17へハンマリングして戻します。1弦だけこういう感じで、2弦の13、15、13で、次がちょっとリズム的にはちょっと、ま、あの分かりにくいんですけど、2弦の12、13、12ハンマリングでプリングで、で3弦14で、14、12で、4弦10、また3弦の14、12で、最後がこれが、中指が2弦の13で、薬指が3弦の14で、これを3回、これで2回やって、で今度は中指で2弦3弦の12、人差し指で10で、また12で、今度このまま、薬指を10へ持ってって、で人差し指が2弦8で、中指が3弦の9こんな感じで、またこれずっと行きまして、今度、途中で転調半音上がります。半音上がって C シャープ、 A シャープマイナー7、 D シャープマイナー7、 G シャープ7になっていきます。でずっと半音上がったままずっとやって、最後がエンディングが A を2回、A を2小節。
これで F シャープマイナー、これサブドミナントマイナーいうやつやね。これで C シャープへ。ということでこれで以上になります。